福岡でね、おにぎりが食べたいと言い残して、生活保護を無理やり打ち切られたですね、2人が餓死しました、こんな悲しい事件が日本では頻発しております、札幌ではですね、2人のですね、老婆が、日本人がですね、もらうべき生活保護はもらえないと言って、亡くなっているときに、外国人、外国人が死んだっていう話、聞いたことありますないでしょうに。あったらね、天下の朝日新聞が黙っちゃいないんですよ、毎日新聞が黙っちゃいないんですよ。 結局これなんですね。日本人は死んでもいいんです。それが行政の判断なんですね。行政は、行政は日本人に対してはむちゃくちゃに厳しいです。役所に行って生活保護を申請すると、その生活保護の申請書自体を受け取らないというですね。難癖をいろいろつけるんです、役所側が。あなた、面倒を見てくれる。親戚いるでしょ。こうやって申請書を受け取らなかったんです。で、一方ですね。 日本人がですね、受給率を1とした場合に、朝鮮人のその数はなんと5です。要はね、日本人よりも外国人の方がですね、申請が通ってしまう。受給される。こういうことなんです。一体この国は誰の国なんですかということなんですね。このことについて、 誰一人文句を言わなかったんです。今までの日本人は。おかしいでしょうに。日本人が死んでるんですよ。今目の前で、多くの日本人が萌え苦しみながら死んでる時に、外国人様にはね、はいどうぞ、はいどうぞと言って、生活保護を渡す。いろんな利権を渡す。年金の代わりにね、どうぞ福祉給付金使ってくださいと言って渡す。これが間違ってると言ってるんです。ここは日本です。誰が何と言おうと、日本人のためだけの国家なんですよ。 それ以外の人間のための国家ではございません。だからこそね、桜井は日本第一主義を訴えております。皆さんにとって自分の国が一番大切なのは当たり前なんです。先ほどね、じゃあ外国人はね、どうでもいいのかという話もありました。外国人がどうでもいいなんて言ってないでしょと。まずは日本人なんです。日本人を救わなきゃいけないんです。その時に、 外国人というのは2の次、3の次なんですよ。